皆さんからのお便りを紹介する、裏の星女学院東場箱のコーナーですよはいよ、はいはい、リトルデーモンネーム、ミスターフロックさんから頂きました。ありがとうございます。ありがとうございます。フィフスライブ2日目 2>、うん、終盤の挨拶で、うん、珍しく涙ぐんでいた小宮さんの姿が印象に残っています。いつも笑顔の小宮さんだけに、うん、今回のライブはいつも以上に思いを込めて迎えたのだと思いました。 いたただきまし続いてリトルデーモンネームさんからいたただきまし2日目の最後の挨拶で小宮さんが少しうるっとしていたのを見てアジアツアーをお休みしてしまった分もあってこのフィフスライブにかける思いが人一倍強くて考えもひとしおだったのではないかと勝手に推測しましたいただきましたありがとうございますなんかまあいろんな気持ちがあったっていうのも確かなんですけどそれよりももうんか3年生の気持ちになっちゃってうん っていう感じの方。うん。だから、なんか、ブライテストメロディーの時とかも、うん、なんか、セリフがさ、あってからさ、曲に入ったじゃん。うん。うん、3年生の、もう、本当にこれで最後だよ、みたいな。うんうん、なんか、そういう気持ちになっちゃって。うん、うんうんうん。っていう、のの、なんかこう、全部。なるほどの、ね、そう、2日目だったって感じ。うんうんうん。まあ、あとは、もう単純に、なんか、その、 今までさもうやりすぎってぐらいやっぱライブをね頻繁にこうやらせていただいてたじゃないですかうん、うん、今までなんかまたちょっとこっから先5年目とかはさなんかこれちょっとずつ変わっていきそうだなっていう感じもあるしうん、うん、みんな個人のお仕事がねあったりとかもするからうん、うん、だからなんかそういういろんなことを考えてでもやっぱ一番はダイヤの気持ちになってっていう感じなんですよね。うん MC の時も自分の言葉を言う時もそうなんかねこう6人の姿とかを見てねうるっとしてたっていううんまあでも流れもねなんか劇場版の夫のそういうフィフスだったから余計に感情移入っていうかね3年生に思うねまだまださほら別にアクアの活動が終わるとかじゃないんだけどなんか3年生のこの ストーリーとしてのさ、うん、ダイヤたちはこの曲で最後なんだとか思っちゃって、うん、なんかこう感動しちゃうっていう流れがねらねなるほど、うん、確かにありがとうございます 続いて、はい、船長ネームゆずこしょうさんからいただきましたありがとうございます胸の熱くなるフィフスライブお疲れ様でしたありがとうございます。私は個人的に黒沢姉妹、うん、ダイヤとルビーの関係性がとても好きですカ物、うん、の生徒会長という顔だけではなく、うん、年相応の少女性が見えるようになったダイヤさんと引っ込み事案だったところから輪、うん、と前を向いて発言できるようになったルビー小宮さん振畑さんはテレビアニメ劇場版と演じてこられて姉妹それ それぞれの気持ちの受け止め方など何か変わったことはありましたか姉妹イヤリングを作ったりカフェで語り合ったみたいなエピソードを思い返しながらこのメールをしたためましたありがとうございます姉妹イヤリング懐かしいちゃんと家にあるよある私も。今なんかめっちゃ蘇った懐かしいねでもなんかこうダイヤもルビーも成長しているけど私たち自身も本当成長していってそれが本当にどんどんリンクしてるな 最近は思う劇場版も通してたけどんかこう2期もありさにだんだん近かったりダイヤがんかちょっとこうんだろうおちゃめなところが出てきたりとかさ。ルビーちゃんもさやっぱ最初はさお姉ちゃんがいないとっていに何にもできない子だったのにさ劇場版の最後の方はさそれこそチカちゃんみたいにさ新入生を呼び込みしてたりとかあんなに引っ込み思案だった子がんかそこまで。 成長するんだってこんなに人って変わるんだなっていうのをすごく感じたな、うんうん、だって何ヶ月かってことだもんね、うん、そう,そう,そうまあう1年もね 1> 1年も経ってない半年くらいとかじゃん多分時間にしたら、うん、すごい成長だよねだからそう考えると、うん、なんか「アクアをさやっぱ3年生がやってたってこともルビーは少なからず知ってたわけじゃない、うん、でそここでやっっととううお姉ちゃんと一緒に踊れててて歌えてっていうのを 考えると、うん、でそこで最後の曲とかお姉ちゃんたちのためにとかって考えると、うん、や余計にこう、うん、妹の感情も。 思うし「ホップストップノンストップ」の時とかも「ルビーは何でもできるのですね」って言われた時は本当に本当に嬉しかった私も私もすごく嬉しかったねんかまあやっぱあとは2期のさ「アウェイ君の『アウェイんザパワー』の回とかさそこら辺がやっぱりこう私はすごい大事な回だったなってすごい思うしあとはまあ黒沢姉妹ではないけどやっぱ「数の姉妹」っていうさ ね、似たようなさ、立場のさ、二人がいて、うん、あの二人が劇場版ではすごくさ、感動的な、うんいいね、ところをね。やっぱあそこはね、私泣いちゃったもん、映画見てて。だからやっぱなんか、それだけこう姉妹っていう存在をすごくやっぱ大事にして、自分もやってるんだなっていうのも改めて実感したし。 仲間じゃない姉妹っていう絆の関係性がスクールアイドルと合致するとんか余計にこう何だろうね思うことがいっぱいあるかなんかんかそのまあアクアは9人だけどやっぱり姉妹っていうちょっと特別な存在では絶対あるかなっていうのはやっぱみんなとはちょっと違うかなっていうのはあるかなまあねそれはね 血の繋がったね姉妹の役ですからねと思うけど、でも嬉しいなんかこういう姉妹のことをいいです素敵ですって言ってくれる方がいるっていうのはうんありがとうございますはい皆さんたくさんのメールありがとうございますそれからもどんどん送ってください